はい、アンディです。先日、ライカに恋しての最後の写真展ですね。カラー展、色展が、終了いたしました。はい、改めまして、アンディです。ちょうど先週ですかね、カラー展、色をテーマにした写真展がね、京都瑞林院さんの方で開催されておりまして、そちらが無事に終了いたしました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。ね、作品展示で参加いただいた、ね、皆さん、メンバーの皆さんにも本当に感謝をしたいなと思っております。ありがとうございました。実際僕はね、ちょっと初日がどうやっても仕事が切りがつかず、戻ってこれずですね、参加できなかったんですけれども、2日目最終日の夕方にちょっとだけ顔を出させていただきました。だいたい20何点かやっぱね、作品が展示されていまして、いや、素晴らしかったなという感想ですよね。それぞれの本当に色が出ているような、そんな展示会だったかなというふうに思っています。まあ、そのね、複数の色カラーをね、こう散りばめた方もいれば、その自分なりの色でね、一色に こだわって出されている方もいたりとか、まあ、カラーと言いながらあえてね、モノクロ一点勝負みたいなね、写真もありましたし、すごくこうバラエティに富んでいて、いろいろなね、見方ができる、本当にこう楽しい展示会だったんじゃないかなというふうに思っております。で、一応ね、ライカに恋してというグループ自体は、まあ、今月末、9月末で解散ということになっておりまして、まあ、そのグループ展、ライカに恋しての冠をつけた展示会写真展は、まあ、これで本当に終了ということにはなるんですけども、まあまあね、これまで本当に葉っぱ展をはじめ、海展から、路地裏展から、乗り物展からといろいろね、展示会やってきまして、で、まあ、最後にこう、カラー展、色展に、ま、たどり着くわけですけど、まあ、その間に愛があったり、雨があったりね、いろいろね、まあ、そういったテーマをね、皆さんで考えていただきながらっていうのもあって、本当にみんなで作り上げていくような、そういった写真展が、こう、開催できたんじゃないかなというふうに思っているんですよね。まあまあ、僕自身そんなに何をしたかってことでもないんですけども、まあ、その、U ベースっていう場所があって、村田さんが、展示をするね、喜びをこう、みんなにこう、知ってもらいたいっていうようなとこからスタートして、本当に最初は小さな小さな写真展で、多分出した方も10人とかね、15人いたかどうかとか、そんな感じだったと思うんですけども、まあ、気がつけば本当に20人超え、30人近い方がね、展示するような写真展に育っていったりとか、まあ、あとその、7月にはね、茅場町で行いましたけど、本当に大規模な、ギャラリーを借りての写真展、1週間ぶち抜きみたいなね、ことも開催できて、まあ、なんかそのライカに恋してというコミュニティが、まあ、あったからこそという言い方がね、まあ、いいかどうかはちょっとわからないんですけども、やっぱ何か一つのきっかけになって、そうやって人が集まって、自分の写真を見てもらうみたいな、そういったこう展開ができてきたことっていうのは本当に素晴らしい、まあ、経験としてもですけど、宝になったなというのが、まあ、僕自身が、ね、学びになったことも多かったですし、まあ、やっぱりその写真を印刷して飾る、セレクトする、そのために写真を撮るみたいなね、まあ、そういったフローの中にいられたってことはすごくこう幸せだったなと、最近またね、改めて感じるなというところがありますね。で、まあまあ、今後どうするのっていうところなんですけども、U ベースの方では、村田さんの方では、引き続き、まあ、募集をかけて展示したい人を集めて、企画展をやっていくということですので、東京の方とかにもね、限らず、その郵送して、展示してもらうみたいなことも多分できるはずなので、なんかそのあたりは、村田さんの SNS 情報とかを見ていただいて、まあ、気軽にね、参加してもらえたらいいんじゃないかなと思います。本当に初めてですっていう方もね、キャプションの作り方とか、あと印刷からもね、全部村田さんやってくださるので、なんかそういうところももう最初はね、甘えながらだんだん自分がこう学んでいって、でそれをまたちょっと別の方に教えていくみたいなことができるとね、写真業界というか、まあ界隈といいますか、なんかそのあたりもね、どんどん盛り上がっていくんじゃないかなっていう気は本当にしてるんですよね。で、まあ僕の方はと言いますと、ちょっとその写真展っていう枠はもしかしたら飛び越えてやるかなっていう気がしてまして、まあ、やっぱり僕自身やりたいことがその表現アーティーな方向であるっていうことは、まあ前々からずっと意識はしてるんですけども、まあ、あくまでその写真とかカメラはツールとして、道具として使うものであって、それを使ってどう表現するかっていうところにもうちょっと重心を置きたいなっていう気はしているので、まあ本当に撮って印刷して終わりではなく、もう一段、もう二段、その掘り下げた表現方法みたいなことは考えたいので、まあその印刷するもの自体がもう紙じゃなくなるかもしれないですし、なんならもうデジタルデータだけで何かをするみたいなことも考えるかもしれないですし、まあ、コラージュをするイメージは今のところはないですけど、まあなんかそういった新しい技法を組み合わせるみたいな、なんかそういったこともやっていきたいなと思っているので、まあそういう意味では写真展という括りはしないかもしれないですけど、なんか作品展みたいなね、
それもまあまあ、 個人に限らずグループでも全然構わないんですけど、そういったことからやっていきたいなという気はしているので、まあ、あとそこにイベントを絡めたりとかですね、みんなの交流の場になったりとか、あとワークショップやったりとかね、なんかそういうちょっとイベント展開の方に振っていきたいかなというのは思ってます。多分僕自身もそっちの方が向いているというかですね、自由な発想の中でいろんな方とこういろんなものを作り上げていくみたいな方向には行きたいなと思っているので、写真がダメって意味ではないので、もちろんですね、写真もクリエイティブの表現の一つではあると思うんですけど、まあ、それにとらわれないいろんな表現方法、まあ、それは絵画とかも一つだと思いますし、まあ、デジタルデータも、ね、動画もいろんなものがもうクリエイティブとしての作品になりうるというふうに考えているので、まあ、そういった、まあ、僕としては複合的な、クリエイティブ展みたいなことができていくのがまあ理想かなと思っていて、今いろいろね、ちょっと場所も探したりとかしてるのでね、まあどうですかね、そのご一緒できるようなギャラリーさんとかいたらね、それはもう声かけていただけたら嬉しいですし、なんかいろいろとね、一緒にやっていこうよっていう、まあそういったところをちょっとずつ模索したいなと、まあ、そんな感じでね、まあちょっと、ライカに個人の写真展から話はずれちゃいましたけど、まあ、今後の写真展、クリエイティブ展みたいな展開っていうのは、まだまだこれからもやっていこうとは思ってますんで、そのあたりはぜひね、注目していただいて、まあ、僕の SNS とか、こちらの YouTube のね、更新とか、まあ、そういったとこからチェックしていただいて、なんかいいタイミングで声かけてもらえたら嬉しいなというふうには思っております。といった感じで、今回はまあ写真展のご報告と、まあ、今後の活動の、まあ、ちょっとしたお話をさせていただきました。ライカに恋して自体のコミュニティは解散しますけども、まあ、YouTube はね、ポチポチ、無理のない範囲で続けていくつもりですので、よかったら引き続き、視聴いただけたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の企画でお会いしましょう。